1835年11月21日没、1760年和歌山県で誕生。父は医者であった。1782年京へ行き医学を学ぶ。特に興味を持ったのは長戸弥勒松庵、万有雑記、乳がんの治療法が書かれていた。彼が日本で最初に手術をした。その際に麻酔こそがん医療を進歩させる課題と考えた。1785年、父の後を継ぐ。麻酔薬の開発を行う。ここで問題が起こる。人体実験こそが重要と考えたが、実験するモデルがいない。そこに自分の実母と妻が申し出る。母のお次は亡くなり、妻の会は失明する。全身麻酔薬注酸性が完成。1804年、日本で初めて全身麻酔で乳がんの手術を行った。1819年、小武神御医師に昇進。小武神とは旗本御家人のうち家禄3000石以下で無益の者のことを言う。1833年、奥医師格。奥医師格とは医者の若年寄りのこと。1835年帰らぬ人となりました。功績、内外合一かつ仏きゅうりを唱える。患者の状況を把握し治療。人間は個々に違うから書物だけの知識だけではいけないと説いています。ある弟子が彼から教わった秘術を広めたとして破門された。彼は誰？